か、じゃあバナナジュースで飲むか。なんか全て失ったみたいな。そうそう、なんか全てっていうか何か失った感がある、車なくなると。そうそうそう、多分それと一緒だ。職を失ったのと多分車を失った感覚が多分似てるんだ。多分それだわ。これあ、すいません、 お持ち帰りとかってできるんですか？何ですか？お持ち帰りってできます？大丈夫です。よいしょ。じゃあどうしようかな。じゃあフレッシュバナナジュースと、このガトーショコラってお持ち帰りできるんですか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？じゃあそれで、はい、バナナが、はい、牛乳とバナナで作ってるんですけど、はい、豆乳に変えることもできるし、はい、プレーンじゃないのもできるから。あ、どちらが美味しいですかね。まあ好みだと思うんですけど。そうっすね。どうだろう。ああ、どうしよう。でも豆乳もうまそうだな。どうしよう。砂糖とか氷とか使わないと結構濃いから、ね。ああ、じゃあまあノーマルなやつで。はい。あ、はい。お会計だけじゃあ先に、はい、あ、外に座ってて大丈夫ですか？はい、はい、あ、領収書もらっていいですか？はい、電話されるかもしれないからさ。車ないとなんか時間がゆっくり進む感じがするわ。時間の進みがなんかゆっくりだな。
ろなんて書いてある、わからん、スペスペキスペタリーカフェ&フロア、スペスペスペキスペクトリー、違うな、カフェ&フロアは分かるんだけど、スペスペシャリティ、違うな、カフェじゃねえ、コーヒー&フロアだカフェじゃないわ、コーヒーか、どうしよう、延長するもう閲覧伸びないから延長するか、あ、もう50円使っちゃった、洒落たやつだからね、時間かかるのかもね、いちごとヨーグルトチーズクリームのフルーツトーストってやつめちゃくちゃうまそうなんだよ、めちゃくちゃうまそうこれ、
これだったらお持ち帰りできるかなと思ってこれ頼んだんだけど。めっちゃうまそうで。でも多分これ店の中限定所だろ。店の中で行くと多分電話されんだもん。熊谷にしてはそれね、めっちゃおしゃれだよね。すいません。あ、どうも。ありがとうございます。あ、最近できてるこれ。来た。駅の近くのコーヒー屋さん、まあそこそこってか、まあ、全然駅近いよ。なんだこれ、いちごの香りやば。なこれすごいな、いちごとチョコだ。しゃれてるな、しゃれてるな。セロテープで貼ってあること、しゃれてるなぁ。うわ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 、すげえ。うわお、しゃれとるなぁ。てるやんこれ。よいしょ、あった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 。地べたに、地べたに座ってるからちょっとよく見えてこんな感じ。地べたに座ってるからホームレスみたいになってるよ。大丈夫これ。しゃれてるなこれ。めっちゃしゃれてるよこれ。めっちゃうまそうよこれ。うまっ、なにこれ。これめちゃくちゃうまいぞこれ。なにこれ。うわ、なんかバナナだ。めっちゃトロトロなんですよね。なんかバナナ味って感じ。ほんとなんだろう、なんかバナナをそのままシェイクにしたみたいな感じ。トロトロ感もバナナだ。めっちゃトロトロしてる。バナナが飲み物になったって感じ。なんじゃこりゃ。本当にバナナってちょっとトロトロじゃないですか。あれをただバナナを水分にしたシェイクみたいな。美味しいこれ。うまいわ。美味しいっすわ。よく見たら乾燥バナナなんだよね。よく見たら乾燥した乾燥のバナナ、乾燥させたバナナ。
バナナチップスみたいな、バナナチップみたいなやつ。硬いね、バナナチップスみたいな。うん。ああ、なるほど。硬いんだ、これ。美味しいね。まあうまい、うん、このいちご食べてみますか。いちごとチョコ。チョコ。うわ、なんだこれ。なにこれ。めっちゃ苦いチョコだね。柔らかいけど苦めの、あの ビターチョコっていうのかな、ミルクチョコレートじゃなくて苦いチョコだね。イチゴとチョコ合うわ。苦いチョコにこのなんかイチゴの感じが合う。うん、まあ美味しいね。